悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。抵抗骨取れそう、取れそう、きたきたこれ、これがね、肘に置くんですね。それで背中触ってみると、ほらなんかさっき触った時より全然柔らかいの分かる？分かります。ということは背中の疲れとかっていうのは実は、足の疲れから上がってきてたんだよっていうのが分かるんですね、でだいぶ背中緩んでるから、どうしても膝がもっと気になるっていうんだったら、内側広筋って内側の筋肉を触ってあげた方がより効果的になるんですが、めちゃめちゃ痛いのね、どうする？やめとこうか。はい、じゃあ背中をね、しっかり緩めますね。まだ私が暴れるって言うんだったらまた後で言って。膝の痛みってこう引っ張ってきてこの辺が硬くなることって結構多いんですよ。はい、右肘だったっけ。はい、ああ引っ張ってたんだと思うわ、この辺を。あ、だから腕伸ばして物取ろうと思うと、この辺が硬いからちょっとなんか違和感感じるみたいな。あ、なるほど。だから背中ってこうバッテンでつながってるから、そう思いますよ。背中ガチガチだもん。背中も痛いでしょ、だって。なんかでもさっきのお尻の感じに近いです。なんか徐々に痛くなる。そう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 、素晴らしい。いい表現、ありがとう。こいつが硬くなると、腰引っ張ったりとか、この辺引っ張ったりとかする原因だったりするのね。だからここはね、しっかりとね、抑えるようにね、がっつりしてます。だから初めに言ったじゃないですか、ずっとやりますよってこれがめちゃめちゃいいと思う人は何回も来るんですよ、うちの店に。でもあんなの耐えてらんないわっていう人はもう二度と来ない。激辛ラーメンのなんか、あ、でも辛いけどうまいみたいな、そんな感じ。
の辛さにやみつきになりましてとか言うとずっと来るし、あんなの食べ物じゃないよって体は楽だったけどあんなの食べ物じゃないっていう人もいるからね。そういう考え方だよね。ただもうその中でもあの辛さはやばいんだよ先生のところはって言って足しげなく通う人もまあまあいるから不思議。うわーやばい。やばいね。これは肘に行くやつね。だから顎に来る。顎に来たのは。顎に来る。その辺をまあよく使ってたってことなんでしょうね。だからまあ肩甲骨が凝ると顎関節症になる人も結構いるからね。ああなってる。なってる？はい。じゃあ顎関節症にも効くやつですこれ。凝りすぎですよ。取れそう、きた。きた、これ。ああ、痛い。これがね、肘によく効くやつね。こっちまだマシだね。痛いけどね。こっちの方が痛い。やった。右より柔らかいけどね。表現的にはこっちの方が生肉だから感じやすいって感じ。痛さはね。痛いの分かる？痛いもんね。ぐちゅぐちゅ言ってるの分かる？分からない。分かんない。なんかぐちゅぐちゅ言ってますもんね、押さえたら。